目指せレッドカーペットイエーイ。で、カズちゃんです。この番組ではアジアの映画のお話をしていきたいと思います。記念すべき今日第1回目はこちら、小さな中国のおはりこ。今日はこの映画を見てそれについて感想を、アシスタントの王さんと感想を話し合いたいと思います。王さん。はい、王です。よろしくお願いします。イエーイ。では早速映画の方を見ていきましょう。文化大革命、文化大革命ですね。で、文化大革命でその知識人の人たちがすごい迫害を受けたというか、なんていうの、 これに登場している主演の男の子2人も知識人階級の、まあ、要するに上流階級の男の子たちじゃないですか。そうですね、まあ、それも一部なんですけど、知性といって知識青年と言いますね。知性ね、知識の青年、はい、知性ね、うん、そうですね。国家建設を支援するためにそう行くわけ。国家建設の支援なのね。そうなんですよ。で、重労働、肉体労働させられるという。そうですね、農作業ですね。で、映画の中ではその知識人が持っているのは本とかなんか持っちゃいけないとか、まあ、その当時の特徴ですね、資本主義の思想はダメなんですよ。だからその無産階級って言って資産がないっていう無産なんですけど、ない資産の産ね、無産階級ね、はい。で、出身のいい人で、逆に資本家とか出身が悪い人たちなんですよ。その人たちをその教育、そのためにその行かせる人たちもいるし、あとそのさっき言ったようなその中卒と高卒の、まあ、若干その、まあ、若い人たちは知性といって、全部田舎の方に行かせて、で、肉体労働のこの辛さを、叩き込むというか。そうですね、再教育っていう言葉が何度も出てたのがすごく、分かってほしい感じで、なんか王さんのお父さんの世代の方も文革の時代、そうですね、でそのなんていうの、それに再教育されたの。いや、再教育 ではなくて、その当時、まあ、うちの父も母も、若いんで、知性っていう、あ、知性ね、はい、若いからね、そうですね、若いので、その田舎行って、行ったんだ。行ったんです、父も母も。で、まあ、あんまりそういう話したチャンスなかなかないんですけれども、まあ、イメージは田舎行ってその友達同士、その同級生とか、みんな同じ部屋に住んで、で一緒に農業したり、肉体労働だね。そうですね。で、結構ね、その当時も、まあ、国自体は結構貧困なので、食料品も医療品も何でもかんでも足りない時代なんで、さらに田舎行って、あ、まあ、何もない、本当にその何もない状態って結構辛かったんです。あ、そうでしょうね。そうなんです。例えば、まあ、その肉を食べたい時は、あのお金だけじゃ買えられないんですよ。どういうこと？肉票というのがあって、それないとお金だけで、あ、なんか許可証みたいな、まあ、そう理解しても大丈夫ですけど、まあ、それないとダメなんですよ。あ、お金だけじゃ買えない。買えないです。その肉票っていうの、まあ、なんていうの、肉を買ってもいいっていうような許可書みたいなのかな。そういうのを一緒にないと思う。そうなんですよ。で、その、グラム数とか書いて。あ、なるほど。その物質は少ないんで。あ、そっかそっか。そう。まあ、限定していかないと
たくさんあるわけじゃないから。そうなんですよ。なるほどね。すごいなんかでも厳しい話聞いてるとすごい厳しいんだけど、厳しいです、ね、でもそんな厳しい時代の中であんな美しいなんか恋愛、まあ、これはねそのフランスの資本で作られたっていうか、まあ、フランスと中国の合作映画で、まあ、そういうふうによく言われて、まあ、だから撮り方がやっぱり中国人監督、まあ、中国からの見方とそのフランス人の見方もまたちょっと違うから、まあ、恋愛を美しく描かれてるっていうようなふうにも言われてるんだけども、それだとしてもすごい綺麗な、 なんかまあ景色もそうだし流れる音楽、まあ、あのバイオリンの音色とか、うーん、全てにおいてなんかこうその初恋の淡い感じもそうだけど、綺麗に綺麗にやっぱりなんていうの映ってるっていうような、まあ私はその綺麗さはもちろん好きなんだけど、王さんはどんな風にあの映画を見て思う？結構まあ静かで、静かでね、なんかこう美しい感じですね。あのこの映画の中そんなに激しい映像はなかったですね。確かに。でもそのこの映画を見て、まあ、その当時の時代感がすごく印象的です。なるほど、うん、その貧しさとか、うん、その山の奥 の当時 の、 その環境とか、うん、すごく印象的です。だって本当に本当にあったことだと思うし、あの山の中にああいう、まあ、山岳の人たちって本当に住んでた、まあ、あの出演してる人は違うけど、本当にそういう山の中に山あいの村で住んでた人たちっていうのは本当にいたんだと思うし、あの、まあ、山の奥の人たちはあの確かにその知識を持てる人たちは大体大都市にいますので、うん、本当にその山の奥とか田舎とかその教育する人もそのある程度のレベルもそんな高くないので、うん、さらにその農業とかやらなければいけないので、うん、あんまり勉強するチャンスもなく、ね、うん、機会がないもんね、うん、とだからああ時間もないんですよ。あ、そうかそうか、時間もない、あの労働してるから。そうなんですよ。あ、そっかそっか。結構あのその学校行くあのお金も出したくない、うん、でそんな感じで、ね、うん、で非常に知識が足りない。そうね、うん、だからその知識がなんか必要ないっていうような感じ、最初、まあ、この映画の中でもあのおはりこのおじいちゃんとかも言ってたし、村長さんなんかもなんか全然そんなものはいらないみたいな感じで、うん、それよりもなんか働くことが大事っていうような、字も読めない、うん、でそれが別に字も読めないことが別に恥ずかしくない、そのみんながそうだから、分からないんですよ、うん、あのその知識持ってないので、うん、そんな恥ずかしかとかも分からない状態です、ね、だそれがそこを逆手にとってこの映画はそこをちょっと面白くって言ったら変だけど、そのモーツァルトの音楽、これなんていう曲なんだって言って、まあ、ちょっと本当の曲名を言うと怒られちゃうからこれもあの、ね、毛沢東を称える歌だって言ってみたり、なんかそれでごまかすんだけど、みんな信じるじゃない？まああの分からないから信じちゃうんですよ、うんうん、でそれがなんかちょっとおかしさを見ている人におかしさをこうこうなんか起こさせるっていうか、それがあの別になんかあの悪い嘘じゃない、あの面白い嘘って言ったら変だけど、彼らのついてた嘘は悪い嘘じゃなくって、村長さんとかも騙す嘘じゃなくって、なんていうのかな、まあ、その目覚まし時計をちょっと進めてみたりとかね、そういう知識のない人たちにちょっとしたなんかエッセンスというか、そういうところで面白い笑いが起きて、ちょっとずつここ面白いなっていうようなところ私はあったけど、それを通してその当時 の、うん、その皆さんの辛さを、うん、なるほど、おしあの伝えたいというかこう表したいっていうか、うん、そんな感じですね。逆に、おはりこに読み書きを教えるシーンがあったよね。そうですね、あれがすごく印象に残っているんですよ。でそのシーンをちょっとやってみるので、ちょっと見てて、ね、はい、どうぞ。
を愛にってことこの子もう一度を次の文章を愛に10回続けて続けて読んで。早くを愛に早くを愛に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 っていうあのシーンが大好きなのよ。あ、そうなんですか。どうだった今の感じ、ちょっと王さんのコメントください。純粋な、あの、まあ、恋出てた、純粋な恋出てた。そうですね。じゃあ今日はそんな感じで、はい、アジア映画祭チャンネル今日はこの辺で終わりにします。この番組の、いや面白いなと思ってくれたら番組登録といいねのボタンお願いします。じゃあまた来週、サイチェーン。